こんにちは、あなたの理想不動産です。本日私がやってきたのは、新桜台駅。こちらに、駅徒歩1分の、おかしな間取りの物件があるそうなので、張り切って行ってみましょう。新桜台、桜、桜といえばお花見。都内ではシーズンが終わっちゃいましたが、まだお花見をしたりない、という方に朗報です。まだお花見ができるスポットがあります。それはズバリ北海道。実は北海道は4月下旬から5月上旬にかけてがお花見のシーズンなんです。観光がてら来週末に北海道旅行なんていかがでしょうか。あれ？さっきから桜について話してばっかで、肝心の新桜台については全然話してませんでしたね。では、ここで、新桜台駅の家賃相場をお伝えします。はい、どーん。さすがマイナー駅だけあって、相場は安めですね。ちなみに皆さん、新桜台駅ってそもそもどこ？と頭にハテナを浮かべてたりしませんか？確かにこちらの駅は、都内でもトップクラスに知名度のない駅なので、ご存じない方がいらっしゃっても無理はありません。新桜台駅は、西武有楽町線に属する駅なんですが、この西武有楽町線というのが、有楽町線のある小竹向原、新桜台、西武池袋線のある練馬、のたった3駅だけを結ぶ、超、ドマイナー路線なんですよ。もともとは、西武池袋線と有楽町線を同時に開業して、相互直通運転をする予定だったのですが、練馬駅の工事が遅れたため、連絡線として急遽、西武有楽町線と、この新桜台駅というのが建てられたという経緯があります。というわけで西武有楽町線はたった3駅しかないので使いづらく、住民の方の多くは桜台駅や江古田駅を最寄り駅にしているようですね。今回、駅徒歩1分ということですが、ちょっと待てと。新桜台駅徒歩1分でも、この駅を使わないなら意味ないやんけと思いませんでした？ご安心ください。意味はあります。なぜなら、新桜台駅から徒歩1分なら、桜台駅や江古田駅に徒歩10分で行けるからです。駅前にスーパーの、ライフもありましたし、生活はしやすいと思いますよ。と言っている間に、目的地に到着しました。こちらが新桜台駅徒歩1分の、ワンルームなのに6階建ての過去一おかしな間取りの物件です。すごい、1階が丸ごと立体駐車場になっているぞ。そしてなんだこの外観は、まるでコンテナを積み上げたような建物だな。側面に回り込むとめちゃくちゃエッジの効いた階段がありました。尖ってんなー。鍵を開けてエントランスに入ると、目の前にはポストがポツンと1個だけ。これ、どういうことだ？そうか。こちらの建物、マンションではなく、なんと一棟貸しのビルでした。だからポストが一つしかなかったんですね。この5階建てのビルを丸ごと使えちゃうってすごくないですか？何階に何を設けるかも、ご自身の思うままです。この通り、存在感がパない、監視カメラがエレベーター前を見張っているので、防犯面でも安心ですね。ではまず、2階から順に見ていきましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。あら、縦に長いだけあって、ワンフロアごとの広さはそんなでもない感じ？いや、そんなことないかも。ちゃんと広かった。部屋の形が V 字になっていたので、エレベーターから降りた時点では、全貌が見えない状態だったんですね。部屋の形が、もはや何角形かすらわからないぐらい、変な形をしているんですけど、エレベーター前を覗けば、長方形っぽく使うことができると思うので、物を置く際もそこまで悩まずに済むんじゃないでしょうか。外観は、打ちっぱなしのコンクリートでできていて、いかにもデザイナーズマンションっぽかったのですが、中身は意外と、コンクリ部分が少ないというのは、個人的に高ポイントです。もともと、テナント用に作られているだけあって、窓がバカでかいのもいいですよね。エレベーターを降りて、すぐ左の窓から見える景色がこちらです。窓の向きは北東ですね。窓から見えるのは、東京都道318号、環状7号線、通称、
環7。さすが、環7、交通量は多いですが、この建物は騒音対策がしっかりとなされているので、車の走行音は全く聞こえてきません。無音です。これなら仕事や作業に集中できること間違いなし。うちの会社と大違いです。社長、このビルにオフィスを移転してくれないかな。そしたらもっと真面目に働ける気がする。真面目に働くとは言っていない。エレベーターの向かいには縦長の窓があります。この窓は換気も兼ねて、ここまで開けることができるようです。外の景色は、ザ、住宅街なので、見てもそんなに面白くはないかも。モニターはどうやら、NEC 製のようですね。なんで最初からこの位置に取り付けられているのかは、結構謎。ディスプレイって、時間つぶしの意味で、待合スペースに置かれていることが多いイメージなんですけど。だったらエレベーターを降りてすぐのところにあった方がいいですよね。ワーキングスペースに、こんな大きいのか小さいのか言い切るのが難しい絶妙な大きさのディスプレイが、なぜ一つだけ設置されているのか。考えれば考えるほど、謎。ディスプレイはさておき、その右隣には、再び縦長の窓があります。こちらも開けることができるのですが、ハンドルがないと開けられない仕組みになっているらしく、今回は開けることができませんでした。その隣には、何やら重そうな扉。開けると、先ほどのエッチの効いた階段が現れました。そうか、こっちは非常口なのね。うちの会社がこのビルに入っていたら、おそらくハゲ上司は、ここでタバコを吸うと見た。あの人、タバコに行って普通に30分とか帰ってこない時あるからな。もはや気分転換の域を超えてますよね。ドアの近くには、傘掛け？なんだろこれ。どう使えばいいのか、いまいちよくわからないフックが飛び出ていました。このお部屋には、もう一つ、バカでかい窓がありまして、それがこちらです。北西向きの窓から見えるものといえば環7。あ、一応、車道の反対側に交番があるみたいです。この距離に交番があるなら、怪しい人もうかつには近寄ってこないはず。天井を見ると、あ、さすが、ここにも防犯カメラがありました。あとは、細長い蛍光灯が3列ですね。この辺りも実にオフィスっぽい。ではこの、目の前にある扉を開けてみます。私の予想はトイレ。なんぞこれ。物置としても利用できなさそうな、謎空間。工事の人しか使わなさそうだな。あれ？じゃもしかしてこのフロア。まさかのトイレなし。心因性頻尿の私は、一体どうしたらいいんだ。あ、もう一つ、扉あった。ええ。トイレー。万歳。これで私の膀胱と尊厳は、守られました。トイレは温水洗浄便座で、大きな鏡のある独立手洗い場もあります。ただし問題点が一つ。扉の立て付けが悪くて閉めにくいです。慣れるにはコツがいりそうだな。さて、2階はこんな感じでしたが、3階はまた違った雰囲気になっているんでしょうか。それともほぼ同じ作りになっているのか。チェックしに行きましょう。さーて、どうかなぁ。あ、こりゃあ2階と全く一緒だな。一緒でした。窓の大きさ、位置、ディスプレイなどなど全く同じ。唯一違うのが、こちらの、謎のいかつい箱。なんか重要そうなものが入っていそうですが、一体何が入っているのかな？サーバー関係の電子機器が、ごっそり詰め込まれていました。これは手を触れないのが吉。ではここで皆さんに問題です。こちらの壁、2階のものと、大きく異なる点が2箇所あります。さて、どことどこでしょうか？シンキングタイム、スタート。はい、一つ目の正解は、扉がなくなっていることです。2階には、壁の左側に扉があって、工事の人しか使わなさそうな、謎空間が広がっていましたよね。それが3階では丸ごとカットされています。2つ目の正解は、インターホンと施錠システムがあることです。1階のオートロックはここから管理できたんですね。ということは、3階に責任者席があるということか。
じゃあ、ハゲ上司は3階だな。いや、もっと上の人が3階を使うことになるのかな？では最後に、このお部屋のトイレも一応チェックしておきましょう。で3階にはトイレないんかい。ただの物置スペースになっていますね。うひゃー。3階で働く人は、トイレ行きたくなったら別のフロアにわざわざ行かないといけないのか。これはめんどくさいですね。トイレが友達の私が3階に配属されたら、すみます。それでは4階に行ってみますか。2階と3階がほぼ同じ作りだったので、おそらく4階も同じ作りな予感はします。これで4階だけガラッと変わっていたら面白いんですが。さあどうでしょう。はい、消火器の位置がちょっと違うだけでほぼ一緒でした。まあ皆さんも薄々気づいてましたよね。そもそも一棟貸しのビルで、4階だけ作りがガラッと変わっていたら、使いにくいことこの上ないですもんね。ただ一つだけ言えるのが、さすが4階ともなれば日当たりがいい。北東向きの窓なので、本来なら日当たりはあまり期待できないのですが、4階まで来ると高さがある分、方角関係なく日が差してきます。ありがてえありがてえ。他に変わった点といえば、あ、わかったぞ。ではここで、再び皆さんに問題です。今までの回と4回で、異なる点はどこでしょうか？シンキングタイム、スタート。これは、ちょっと難易度が高いかもしれませんが、皆さんお気づきでしょうか？そうです。ディスプレイの位置が、ちょうど窓と窓の中間にずれているんです。だからどうした？と言われても困る。逆を言えば、他に変わった点はほとんど見当たりませんね。あ、窓がちっちゃくなりました。あとは、おーおー、めっちゃ変わってる。4階に来て、ついに小型のシンクが導入されました。これは大きな違いだぞ。お湯も出せるので、カップ麺を作ることができます。この隣に、コーヒーサーバーでも設置すれば完璧じゃありませんか。シンク下は、表面仕上げの収納スペースと、なぜか包丁入れがあります。食後のデザートにフルーツを食べたい方は、ここの包丁を使うといいですね。また、扉が2つもあって、1つは2階同様の謎空間。もう1つは、爽やかなブルー系の壁紙が印象的なトイレでした。手洗い場が2階のものより大きいぞ。しかも音姫付き。社長、私の配属はぜひとも4階にお願いします。ああ、でももしかしたら、2階が男性用で4階が女性用、みたいに分けられそうな予感。って何余計な心配しているんだ。別に弊社がここに移転するわけじゃないのに。他に気づいたのは、天井がコンクリむき出しじゃなくなったことですね。それに合わせて照明の数も増えています。エレベーター乗り場の天井にもおしゃれなスポットライトが。なんか、2、3階と比べて4階はグレードアップしているなぁ。ではいよいよラスト、5階に行っちゃいます。なんか5階だけ雰囲気がガラッと違う。ウッドボールを前面に押し出していて、天井も高くなり、ついには天窓まで。今までの白無地壁紙オフィスに比べて、一気に高級感が増しましたね。ここは社長室というポジションなのでしょうか。ついに、NEC 製ディスプレイが消えました。窓をよく見ると、縦に1枚分増えています。非常階段は変わらず。このフロアだけ、室内にも階段があるんですよね。この先には何があるんだろう。気になるなぁ。でもその前にまずは5階を見ていきます。窓は今までのフロアの中で一番小さいですね。あと、なぜか床が絶妙に盛り上がっています。壁には扉が2つあって、左側はトイレでした。右側はというと、物置でした。物置だけど扉が内開きなので、扉の開くスペースに物を置くことはできません。これはなんかちょっと、もったいないかも。それではいよいよ。この階段を伝って6階に行ってみたいと思います。お引越しはあなたの理想不動産で。6階はやや大きめのロフトみたいな感じですね。部屋の奥にはクローゼットがありまして、扉を開けると、中身は2段の物置になっていました。てっきり服をかける用のポールがあるかと思いましたが、
そんなことはありませんでした。にしてもこの部屋、何に使うんだろう。ここが社長室。いや、だったら5階の方が高級感もあるので、そちらの方がいいですよね。じゃあ、激務すぎて帰れない社長のための宿直室。ちょっと、何のために6階があるのか、わからないな。どうぞ皆さんの予想も、コメント欄に書き込んでみてくださいね。うん、社長室にするなら、やっぱこっちだよな。6階と大きさが全然違いますからね。少なくとも私が、弊社の社長さんだったら、5階を社長室にします。そしてハゲ上司を呼び出して。君、タバコ休憩に行ったきり、30分も帰ってこないそうやないか？ん？と穏やかな口調で激詰めしたいですね。ハゲ上司は、上の人間には従順な権威主義的パーソナリティの持ち主なので、効果は適面のはず。では最後に、非常階段を使って屋上に出てみますか。屋上には、シャッター付きの物置と洗濯機置き場とシンクがありました。これ、ちゃんと機能するのかな？屋上から見える景色は、こんな感じです。あちらが池袋方面ですね。周りに高い建物がないので、見晴らしは良好。休憩時間に訪れるには、ちょうどいいかもしれませんね。撮影終わりに、ラーメン屋さんにやってきました。どのラーメンにしようかな。と。うわぁ、めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。さーて、帰ったら編集作業でもやりますか。本日お伺いしたのは、新桜台駅徒歩1分の、ワンルームなのに、6階建ての過去一、おかしな間取りの物件です。間取り図がこちら。さすが一棟貸しということもあって、なかなかのお家賃でしたね。手取り25万の私に、果たしてこのビルを借りられる日はやってくるのか？乞うご期待。ちょうどオフィスビルを探していた、ナイスタイミング、という方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。生活する姿をよりイメージしやすい穴場物件や、YouTube の最新情報なども、公式 Instagram で紹介していますので、物件好き、妄想好きの方は、そちらもチェックしてみてください。本気でお引越しをお考えの方は、概要欄からあなたの理想不動産、公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。